イナキ・ウルダンガリン・リエバエルトは、スペインの元男子ハンドボール選手。1968年10月5日、ギプスコア県スマラガで、バスク系の父フアンマリア・ウルダンガリン・ベリオチョアと、ベルギー系の母、クレール・フランソワーズ・リーバルト・クールタンの間に生まれ、バルセロナで成長した。18歳の時に、ハンドボールのプロチームである FC ・バルセロナに、入団、2000に、 現役引退するまでプレーを続けた。スペインのハンドボール界で最も成功した選手であり、40個以上のトロフィーを獲得している。また、エサデで経営学を学び修士号を取っている。オリンピックにはバルセロナ、アトランタ、シドニーの3大会に出場、シドニー大会ではキャプテンを務めた。アトランタ大会の際にスペイン王女クリスティナと出会い、それが きっかけとなって、翌1997年10月4日に、バルセロナで二人は結婚した。クリスティナ王女には一代限りのパルマデマヨルカ公爵の称号が、フアンカルロス一世より授けられたため、ウルダンガリンは、パルマデマヨルカ女公爵の配偶者として、パルマデマヨルカ公爵と呼ばれた。クリスティナとの間に三男一女を設けた。2001年4月4日から、 スペインオリンピック委員会のメンバーになり、2004年2月16日には委員長代理に選ばれている。2013年2月、会長を務めていた、ヒエリ団体を通じ地元政府から資金を不正に取得していた疑惑が浮上、捜査当局から聴取を受けた。また、妻のクリスティナ王女も、共謀の疑いが持たれている。同年11月4日、スペインの予備判事は、 ウルダンガリンの資産の差し押さえを命じた。2015年6月12日、クリスティナは弟のフェリペ6世からパルマデマヨルカ公爵位を剥奪されたため、ウルダンガリンもパルマデマヨルカ公爵とは呼ばれなくなった。2017年2月17日、脱税などの罪でスペインの裁判所から禁錮6年3ヶ月の有罪判決を受け、翌年6月18日に、 刑務所に収監された、イニアキウルダンガリンの紋章、ありがとうございます。